皆さんおはようございます。地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日のブログはですね、1分間45円、77歳経営の知恵とはというテーマでお届けいたします。いくらですね、世の中の価値観が変わったと言ってもですね、昔から変わらない原理原則というのがありますよね。原理原則とはいつの世も変わらない基本的なこう規則っていうかな、法則と言ってもいいと思います。例えばその昔ですね、人と人とのコミュニケーションはアナログ式の対面しかありませんでした。つまりですね、実際に相手に会って相手の顔を見ながら話すということですね。まあ現在でもそれは基本になってますけどね。でその後ですね、手紙、いわゆる紙ですよね、その後はですね、固定電話が出て、そして携帯電話、そしてメール、最近では SNS などにこう変化してきてます。正確に言うとですね、変化ということっていうよりも、どんどん新たに新しいコミュニケーション手段がこう加わってるって言った方が正解です。古今東西、いつの時代も人間はコミュニケーションなしで生きてこられた試しはないんですね。つまり人間にとってコミュニケーションするということは生きる原理原則ということです。そしてですね、対面だとか手紙、固定電話、携帯電話、メール、SNS などはですね、原理原則をですね、実現するための手段でしかないということですね。ここのところを履き違えると商売は大きな間違いを起こすことになってしまいますね。例えばあなたが印刷会社を経営していたとしましょう。印刷会社とはですね、紙に文字とか写真を印刷するのが仕事です。しかし、よく考えてみれば、それはコミュニケーションを実現するための一つの手段でしかないわけですね。紙に文字や写真を印刷する技術や、その仕事にこだわりすぎるとですね、現在のように価値観が大きく変化している時代では、商売の可能性が大変にこう狭まってしまうんですね。ですから注目するこう視野をですね、視点を印刷という一つの手段からですね、一段階こう上に上げてコミュニケーションという目的に注目すると可能性が大きく広がる場合があります。印刷に注目しているうちはチラシとかパンフレット、あとは帳票類などの印刷物、いわゆる紙の印刷物から抜け出すことはできないでしょう。しかし一つレベルが上のコミュニケーションに注目することで、同じ印刷物でもですね、それはメモ帳だったりノートだったり便箋だったりとか、そういったところにも発想がいくと思います。またですね、紙媒体以外の映像の分野とか、あとはですね、コミュニケーションする例えばノートとかメモ帳を書くときに使うペンとかね、そういうところにも発想が広がっていくような気がします。今日の超地域密着マーケティングのポイントです。このように商売は手段ではなく原理原則に注目することで新たな可能性を得ることができるということです。しかしまだ経験が少ない若い頃はですね、目先の手段に踊らされてしまうということが多々あると思います。このような事態を避けるためにはですね、先輩経営者に学ぶことが一番だと思います。実は私にはちょっとした自慢があります。これは20代の頃からなんですけども、年上の人に可愛がられるという傾向がありました。それは自分でもなぜなのかはちょっとわかりません。そんなこともあってですね、同年代の人に比べると人生の先輩方の知恵に多く触れてきたかもしれません。そんな先輩の一人でですね、元日刊工業新聞の新潟支局長であった大西リポートの発行人ですね。で、大西勇さんからも多くの知恵をお聞きする機会が多々あります。先日もですね、大西リポートの304号がこう送られてきました。で、そこに登場してた、社長さんなんですけども、新潟県燕市にある吉田という会社のですね、吉田仁志相談役へのインタビューでした。記事は大体こんな感じですね。大西リポートのこれが304号になります。それで吉田という会社なんですけども、ここはですね、プロパンガスの販売を行っているようです。年商が15億円、社員は25人ほどいらっしゃいます。吉田相談役はですね、現在77歳。
16歳から商人の道一筋に生きてきたそうです。それで今回の大西リポート304号、この吉田相談役が登場するですね、タイトルなんですけども、今も生きる古老の知恵というタイトルですね。まさに商人道に生きたベテラン経営者の知恵というところでしょうか。そしてそれが原理原則ということですね。それではこの中からですね、なるほどと頷いてしまう語録を紹介したいと思います。吉田相談役は、商人とは使う金を分単位まで計算するものなんです、倒産を防ぐためにですよとこう語ってるわけですね。この吉田という会社が使う年間経費は1億5000万円、月1300万円、1日56万円だそうです。さらにですね、社員1人当たりまで計算して社員にこれを公表するんだそうですね。そうしますと、1人当たりの経費は1時間2735円、1分間45円ということになるということですね。この1分間45円で思い出したことがあります。脱会議という本の著者でありますですね、横山信弘さんがですね、こんなことを言ってました。脱会議ありましたね、これですね、この本ですね。ですね、この横山さんが言うには、会議のコストはですね、1人1分50円だということなんですね。先ほどの1分45円と50円、まあほぼ同じような数字になってますね。それで吉田相談役はさらにこう続けてます。まず一つ目はですね、忙しいと言うなと。忙しいという字は心を滅ぼすと書きます。二つ目、金がないなと言うなと。金は寂しがり屋だから、金のない人からは逃げていくということですね。で、三つ目、うまくいかなくても天気のせいにするなと。この三つなんですね。これもやはりですね、16歳から77歳までこの商人っていうかな、経営をやってきた吉田相談役ならではのですね、原理原則だと思います。さて、この吉田相談役の知り合いにですね、月岡温泉のですね、ホテル清風園の樋口清会長という方がいらっしゃいます。なんとですね、この方は吉田相談役よりも2歳年上の79歳です。すごいですね。この清風園の玄関を入るとですね、ある標語が目につくそうです。この標語なんですけども、吉田相談役はとても気に入ってるそうなんですね。今日はその標語を紹介したいと思います。たった一言がですね、人の心を傷つけ、たった一言が人の心を和らげるという標語なんですね。この吉田相談役と樋口会長の話は奥が深くて、こんなこともおっしゃってますね。商売も商売と言ったり、商売とも言いますからね。これ吉田相談役の言葉なんですけども、要は商売っていうのは商いを売るっていう商売、あとは消えるっていうのに売るっていう字を書く、さらに笑うっていうのに売るっていう字を書くと、まあいろいろ商売にもあるということを吉田相談役はおっしゃってられます。そして人を褒めるという意味で商売とも言いますっていうふうに樋口会長も言ってますね。まあ褒めるっていうのは称賛の称ですね、賞状の賞で売ると、なかなか頑竹のある言葉です。そして最後に極みつけの吉田語録を紹介して今日を、終わりにしたいと思います。人に出会ったら福の神が来たと思え。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。